どうもこんにちは、ウワンです。さて、今回は動画タイトルを見てもらえると分かりますように、ブレンダーについての動画になります。デリケートをどちらを先にしようか迷いましたが、順序的にこちらの方が先かなと思い、ブレンダーが先になりました。まあ、前置きはほどほどにして、準備するので少々お待ちください。はい、それでは 3DCG ソフトで何ができるの？ブレンダーを導入してみようということで、タイトルからして完全に初心者向けなので、すでにブレンダーを使っている場合はあまり身になるものがないかもしれませんし、他の方がすでにやっている可能性も大ですが、とりあえず自分でやっていることが大事。それでもいいよって方はお付き合いいただけたなら、幸いです。さて、具体的な内容をざっくり紹介しますと、最初にチップスを交えながら 3DCG ソフトやブレンダーについての説明を行いまして、その後ブレンダーの導入方法について実際に操作しながら説明していきたいと思います。もし導入部分だけを見たい場合は、動画概要説明欄に、何分から導入部分と書いてあると思うので、そこまでシュークバーを操作して飛ばしてもらっても気にしません。気にしませんよ。さて、まずは 3DCG そのものについてのことなんですが、ズバリ 3DCG ソフトとは、3次元コンピューターグラフィックスを扱ってコンテンツ、モデルそのものだったり、映像だったり、ゲームだったりを制作するためのソフトになります。まあ、そのまんまですね。では、具体的に何ができるかと言いますと、まずはキャラクターや物などの活用を作るモデリングや、これに骨を入れて動かすことができるようにするリギング、モデルを動かすアニメーションの作成や、これを画像や動画にするレンダリング、あとは作ったモデルを使用したゲームの制作などなど、できることもやることもものすごくあるよ。で、 3DCG ソフトも大きく分けると2種類の、タイプがありまして、1つは、これらの機能のうち1つの機能を突き詰めた特化型、もう1つは、様々な機能がある統合型になります。といったことを説明したところで、今回は特にモデリングができるものに絞って、特化型と統合型でどんなソフトがあるかを、個人的によく見かけるなと思うものを、無料のものと有料のものでそれぞれ挙げてみました。このうち僕が触ったことあるものは、ブレンダーと、あとマヤを少しだけといったところでしょうか。ブレンダーは後で説明するとして、それ以外について軽く説明しますね。まずメタセコイアは国産のモデラーソフトでして、モデリングに特化した、無料ソフトです。僕は使ったことないので詳しくないですが、軽量で操作も優しいということで、初心者の方でもおすすめできるソフトなのではないかと思います。一般でモデリングをされている方の中でも、モデリングはメタセコイアでやって、それをブレンダーに持ってきていろいろするっていう使い方をしている方もお見受けしますね。次、こちら Z ブラシもモデリングに特化した有料ソフトですが、こちらはスクラプティングという、粘土をこうねするイメージで、直感的にモデリングができる機能がメインのソフトになります。でっかい液タブを使ってモリモリモデリングする様子とかをよく見かけます。体験版もあるようなので、気になる方は試しに、検索してみてください。次、こちらマヤはとにかくものすごく多機能で高性能な統合型のソフトですね。どちらかというと個人でというよりも、企業などで扱われているイメージが僕はありますね。こちらは見ていただくと分かりますように、結構ライセンス料がお高いソフトなのですが、学生の場合は申請すれば3年間だったかな、無料で扱うことができたりするので、将来マヤを扱うようなところに就職してみたいなという方を、学生の方は試してみるのもありだと思います。この他には600大王や 3DS Max などが有名でしょうか。
といったようにモデリングができるソフトはたくさんありますが、有料モードも体験版などがある場合が多いので、いろいろ使ってみて一番使いやすいなと思ったものを、扱うのがいいのではないかなと思います。ただ今回は、僕がブレンダーしかあまり使ってないっていうのもあるんですけども、個人的には初心者の方にはブレンダーをおすすめしていきたいなと思っています。さて、ブレンダーの紹介に入る前にちょっとチップスを挟みましょう。先ほどモデリングができるソフトについて紹介しましたが、Unity ではモデリングはできないのっておっしゃる方がたまにお見かけするので、これについて少し触れたいと思います。 Unity についてはまた今度詳しく取り上げますが、簡単に説明すると、Unity は基本ゲームを作るためのソフトでして、これまでの言葉で言うならゲーム制作特化型の 3DCG ソフトになります。一般的にはゲームエンジンって言い方ですね。なので Unity はそのままだとモデリングすることはできません。というのもアセットストアに Unity 内でモデリングができたりリッキングができたりするようになるアセットがあるので、これらを導入することで、機能の保管することができたりします。へえ、でもそのアセットってお高いんでしょう？と思ったそこのあなた、なんとなんと最新版の Unity 2018にてプロビルダーという、Unity 内で簡単なモデリングができるようになるちょっとお高めのアセットがあったのですが、これが投稿されまして誰でも無料で扱えるようになりました。やったぜ。これによって、Unity でも簡単なモデルでしたら気軽に作れるようになったというのが大きいですね。これについてはまた今度ということで、今回はこれ以上取り上げませんが、もし気になった方はぜひ調べてみてください。といったところでチップスは以上です。ということでここからようやくブレンダーの説明に入ります。まずブレンダーってどういうソフトということで、ブレンダーとは、有志の方々が寄付金をもとに開発を続けてきた投稿型の 3DCG ソフトになります。本当ありがたい。僕は昔 3DCG を扱うためのソフトといったら、高価でパソコンもすごいものじゃないと扱えないって印象だったので、ブレンダーとの出会いは結構衝撃でしたね。でこのように、ブレンダーは寄付金で賄われているので無料で使えるのですが、無料だしどうせ大した機能もないでしょと思うかもしれませんが、そんなことありません。ブレンダーは無料にもかかわらず、マヤなどと比較しても引けを取らないぐらい非常にいろいろな機能があります。でもそれだと勉強するのしんどそうだなって思われるかもしれませんが、そんなこともあんまりないですよ。ブレンダーはその導入のしやすさから、これ結構大事なことなんですけれども、企業の方ではない一般のユーザーの方が、国内外問わずたくさんいらっしゃるんですね。そのため、ネット上にブレンダーの解説サイトやチュートリアル動画などがたくさんあります。なので初心者の方でも学習のハードル自体は低いのではないかなと僕は思っています。他にブレンダーの特徴的なところとしましては、オープンソースなソフトであるということです。なので、こんな機能が欲しいなと思った時、意外と調べてみるとその要望に合ったプラグイン、機能を拡張するためのプログラムのことですが、これを配布されている方が結構いらっしゃいます。むちゃありがたいです。このようにブレンダーには、有志の方々が、作成したニッチな用途向けのプラグインが豊富にあるところもいいところなのではないかなと思います。ありがたく使わせてもらいましょう。あとはよくブレンダーは癖が強いソフトだと言われることが多いと思うのですが、まあ後々折に触れて話しますが、確かに癖があることはあります。ですが別に操作性やインターフェースが、悪いってわけではなくて、むしろどちらもよくまとまっていて扱いやすい部類だと思いますので、初めて 3DCG ソフトを扱うにあたってはそんなに心配しなくても大丈夫だと思います。以上のことからブレンダーはとにかく今すぐ 3DCG に触っていろいろやってみたいぜっていう人におすすめできるソフトなのではないかなと、思います。
よし、じゃあ早速そのブレンダーとやらを、導入していくぜ。ほらの前に、の前にですね、ブレンダーを動かすために必要なパソコンのスペックを、確認しましょう。というわけで、こちらが、ブレンダーの、公式に出している最低スペックと推奨スペックになります。最低スペックは最低限これだけないと動きませんよ、またはギリギリ動きますよっていうラインでして、推奨スペックは快適に動かすために必要なスペックのラインですね。こちらを見ると、わかるかもしれないですが、意外とスペックが低いパソコンでも動きそうですよね。実際僕も今の PC になる前は、しょぼい性能のノート PC で動かしたりしていました。ちょくちょく止まったりしてたけど。もちろん快適にブレンダーを使うなら推奨スペック以上のパソコンを用意できると一番いいですが、買い替える余裕ないよっていう方や、今使っているパソコンのスペックがよくわからないよっていう方も、もちろんいらっしゃると思います。そういった方も、とりあえず入れてみよう。もしかしたら意外と動くかもしれませんし、動かなかったら動かなかったで、このパソコンではスペックが足りないなってことがわかりますしね。そうやって、気軽に試せるところも、ブレンダーのいいところなのではないでしょうか。ということで、お待たせしました。ここから実際に、ブレンダーの導入方法を紹介したいと思います。いやー、投げ。あと、もしブレンダーまだ導入してないよっていう方がいらっしゃいましたら、もし余裕がありましたら、僕と一緒にブレンダーの導入を試してみてください。といっても手順はこれだけなんですけどね。なのでついでにやっておくといい初期設定についても、説明します。ではちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。それではまず何でもいいので、ブラウザを開いてください。もし話すの早いよって思う方がいらっしゃいましたら、その都度、一時停止してくださいね。ブラウザ開きましたでしょうか。そうしましたら、検索窓に BLENDER ブレンダーと入力して、検索してください。そんでもってかな、一番上だと思うんですけども、検索結果からブレンダーの公式ページにアクセスしてください。そうしましたら、ダウンロードブレンダーと書いてあるボタンがあると思いますので、こちらをクリックしてください。そうするとダウンロードページに飛びます。でここにあるボタンを押しましたら、ダウンロードが始まりますので、自分のパソコンの OS に合ったものをダウンロードしてください。Windows を使っている方でバージョンがわからないよっていう方は、コントロールパネル内のシステムから確認できますので、先に確認しておいてください。またインストーラー版と ZIP 版、 Mac は ZIP 版だけかながあると思いますが、使える機能に差はないのでどちらを落としてきても大丈夫です。では、ダウンロードボタンを押してください。ポチッ。無事ダウンロードできましたでしょうか。ではダウンロードしたファイルを開いてください。一応インストーラー版と ZIP 版それぞれ説明しますね。インストーラー版の場合は、開くとこういった感じの、ウィンドウが開きますので、NEXT をクリックして、こちら、よいしょ、規約に問題がなければ、同意にチェックを入れて、次。で、カスタムセットアップという画面になりますので、ロケーション、ブレンダーのインストール先ですね。これを確認してください。もし他の場所にインストールしたい場合は、横のボタン、ブラウズというボタンからインストールタスクを指定できます。で、その場合ですけども、ブレンダーに限らず、海外製のソフトを使う場合は、この、その中に、日本語、
もっと言うと2バイト文字が入っているとソフトを起動できなくなってしまったりなどの不具合が出る場合が多いので注意してください。はい、あとは NEXT を押してインストールを押せば、指定したパスにブレンダーがインストールされます。 ZIP 版の場合はダウンロードした ZIP ファイルを回答を展開するだけでそのまま使えるようになります。この時も展開先のパスに日本語が入ってないように注意してくださいね。ブレンダーの導入方法は以上です。簡単ですね。では早速、ファイルに入っている実行ファイル、拡張子が .exe のものですね。か、インストラー版でインストールした方はデスクトップに、ショートカットができていると思いますので、これをダブルクリックしてブレンダーを起動してみましょう。よいしょ。よいしょよいしょ。はい。で、この真ん中に出てくるダイアログは適当な場所をクリックしたら消すことができるので、適当なところをクリックしてください。で、もし、この時点でむっちゃパソコンが重くなってしまったり、固まってしまう場合は、残念ですが、パソコンのスペックがブレンダーを動かすにはちょっと厳しいのではないかなと思います。一応、モデリングするだけでしたら動くかもしれないんですけども、ブレンダーを快適に使う場合でしたら、新しいパソコンの購入を検討するか、他のソフトを試すなどしてみましょう。そうでない方には、まず軽く操作方法として、視線の回転と移動、ズームについて説明しましょうか。視線の回転は、この真ん中にある 3D ビューって言いますけども、3D ビューの中にカーソルがあるときに、マウスのホイールボタンを押し込みながらドリックすると回転することができます。で、視点の移動は、シフトキーを押しながらマウスホイールのドラッグをすると移動することができます。ズームはホイールを、カリカリするとできます。はい。で、多分初期の画面だと立方体とライトと、カメラが一つずつあると思います。これにカーソルを合わせてクリックすると、このように縁がオレンジになって選択状態になります。試しにどれでもいいのでちょっと選択してみてください。できましたでしょうか。おそらくですけども、多くの方が何かよくわからないカーソル、3D カーソルと言いますが、これですね。これが移動するばかりで、オブジェクトを選択することができないと思います。では、今度はオブジェクトを右クリックで選択してみてください。すると、こんな感じで、無事選択することができると思います。そうです。ブレンダーでは、右クリックでオブジェクトを選択します。はぁ、許せない。正直、右クリック選択はあまり直感的ではないですよね。なので、右クリックと左クリックの操作を入れ替える設定をしていきましょう。まず、左上にある、ファイルをクリックしまして、その中にあるユーザープリファレンスを、クリックしてください。そうすると、こんなウィンドウが出てきますので、ここから、ブレンダーの各種設定が可能です。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。こんなものかな。はい。今回は、こちらのウィンドウのうち、インプットのタブを選択しまして、ここ、Select With という項目があるので、こちらを Left にしてから、セーブユーザーセッティングを押しますと、これで左クリックで、オブジェクトが選択できるようになります。なんでこっちがデフォルトじゃないや。はい。で、さて、ここまで見てきて察した方もいると思いますが、ブレンダーはオール英語のソフトです。私、イグニッシュバッチリ OK っていう方なら大丈夫ですが、英語というだけで拒絶反応が出てしまう方もいらっしゃるかと思います。仲間が安心してください。ブレンダー、日本語化できますよ。
手順はシステムのタブを選択して、その中の、ちょっと下になりますが、インターナショナルフォントにチェックを入れましょう。そうすると、ランゲージという項目が表示されるようになりますので、その中から、こちら、ここですね、ジャパニーズを選択します。さらに、トランスレートのうち、インターフェースとツールチップスに、チェックを入れます。するとこの通り、ブレンダーが日本語化されます。ちなみにこちらの新規データについてはオンにしておくと、新しくデータを作った際にファイル名が日本語になるんですけども、ブレンダーのインストールの時と同様に、ファイル名が日本語だとうまくファイルを開くことができなくなる場合がありますので、これはオンにしない方がベターです。あとはアンドゥ回数、作業工程を戻せる回数ですね、これも増やしておきましょう。まずは編集タブを選択しまして、その中の元に戻すの項目のうち、ステップ数がデフォルトだと32だと思いますが、これを64にしておきましょう。とりあえず64。はい。で、これを64にしておくと、これで64回まで作業工程を戻せるようになりました。こちらはもちろん増やせば増やすほど戻せる回数は増えるんですけども、その分、メモリを食ってしまうので注意してください。設定後はユーザー設定の保存ボタンを必ず押してくださいね。はい。初期設定について振り返りますが、とりあえず最初にやっておくといいよっていう初期設定は、まず左右クリックの入れ替え、日本語化、アンドゥ回数を増やすの、3つになります。でこちら詳しく見たい方は一時停止するのをおすすめします。はい、といったところで、今回の内容は以上になります。長い間お付き合いいただきありがとうございました。ちょっと片付けますね。結構いろいろ話しましたが、もちろん僕が絶対正しいっていうことはないので、もし僕が間違っていることを言っていたり適当なことを言ったりしていたら、ビシッとビシッ、優しく指摘してもらえると、おじさん嬉しいです。あと今回紹介しましたように、ブレンダーは結構ユーザーみんなで作ってきたというような背景があったりしますので、もしブレンダーを気に入られた場合は寄付をしてみることなども考えてみてもいいかもしれません。といったところで、今回の動画は以上になります。次回はブレンダーのモデリングの機能に触れつつ、実際に何か簡単なモデルを作ってみようかと思います。気になる方は、よければチャンネル登録をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ウワンでした。はい、それではお疲れ様です。疲れた。